これいただきました。ありがとうございます。ミリさん、サワワさん、ふわさた。ふわさた。2月10日に沼津で行われた、うん、ラブライブサンシャインのファンミーティング昼の部に参加しましたよ。うん、一緒に出演されている小宮有沙さんの誕生日を祝ったり、うん、松浦香南ちゃんのお誕生日を祝うなどお祝いラッシュでしたね。うんうん、そして僕が特に印象に残ったのは、モグラ叩きでした。スワワのモグラ叩きをやっている姿は無駄のない動きだったり、うん、予測していたところを叩くなど、うん、まるでリズムゲームをやっているゲーマーかなと思わせる姿でした。ではでは、とのことですよ。ありがとうございます。なんかいろいろ気になるところがあります。モグラ叩きをやったそうですが、うん、どういうこと？なんでか、よくある、うん、ゲーセンによくあるモグラ叩き、ゲームあるじゃん。はい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 。あれが出てきて。え、あの機械ごと？機械ごと。機械ごと出てきて、うん、あれ1分間ぐらいなんだけど、はいはいはい、それを3人で20秒ずつ割って、はいはいはい、みんなでやるみたいな。協力して。協力して、そのモグラを叩いた数がポイントになるっていうのを、やったんです。やったり。え、それ3人で競争、協力？ 3 人で協力。あ、協力するんだ。3人で協力を、この、うん、333で戦ってるから。はいはいはい。え、でも、何故突然モグラ叩き？なんか、運動会という名目ではあるんだけど、なんか運動会じゃないこともよくする。だるま落としをしたり。もう最初の方は運動をしてたんだけど、なんかよくわからない。もう、得点がカウントできれば何でもいいや、みたいな。でもモグラが全然出てこないっけ、この。私のスピードにモグラがついてくれないから、モグラ全然出てこないから、半分出たところでバーンみたいな、したいのにモグラがいないよ、猫みたいだね、モグラ全然いない、強いな、でも。